安いなば終点安いなば。よー相棒、瀬田くん元気？瀬田くん、瀬田先輩、行こうか。都会から来ると何もなくてびっくりっしょ。実際退屈すると思うよ。これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って気楽にやってくれ。こいつ家の都合で都会からここ稲橋にやってきた高校2年生、転校早々とんでもねえ事件に遭遇する。全校生徒にお知らせします。本日正午頃、稲橋の鮫川付近で女性の遺体が発見されました。警察官が動員されています。遺体で見つかったのは地元テレビ局のアナウンサー山野真由美さん、27歳です。そういえばさ、前に話したやつやってみた？ほら、雨の夜中にってやつ。そして巷で密かな噂になっている真夜中テレビの話を耳にする。テレビに映った人が運命の相手なんだってさ。殺された山野アナ、テレビに映ったんだって。それが始まりだった。俺は自分の部屋のテレビに手を近づけてみた。すると、我は何時、何時は我、何時、扉を開くのは。テレビに入った？半信半疑のまま、うちの親父が店長をやってるスーパーの家電売り場へ。そこで俺たちはテレビの中に。小西先輩、何かあったら何でも言ってよ。俺大丈夫だって。ありがとね。3年3組の小西咲さんが今朝早く遺体で発見されました。花村が憧れてた小西先輩がテレビに映った次の日、2人目の犠牲者に。先輩がなんで死ななきゃなんなかったか自分でちゃんと知っときたいんだ。こんだけいろんなもん見て気づいちまって、なのにほっとくなんてできねえよ。テレビの中で出会ったのはこいつ。君たちは早くあっちに帰るクマ。霧が晴れるとシャドウが暴れるからすごく危ないクマ。この世界の住人だっていうこの子の話から、何者かがテレビの中に誰かを放り込んでることが分かった。そしてシャドウって得体の知れない敵が襲ってくることも。誰かが鼻から殺す気で人をここに放り込んでる。本物の犯人を探し出してこんなことやめさせてほしいクマ。望むところだ。その約束乗ってやるよ。この世界の霧がすっきり晴れて思う存分戦えるようになるクマよ。はっはっ、もらった。聞こえてきたのはもう一人の俺の声。小西先輩のためにこの世界を調べに来たら、お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。ど田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。違う、やめろ、やめてくれ。俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は俺じゃない。あれはもともと陽介の中にいたものクマ。陽介が認めなかったら暴走するしかないクマよ。畜
しょ、むずいな、自分と向き合うってさ。お前は俺で、俺はお前か。全部ひっくるめて、俺だってことだな。陽介は自分自身の闇の部分を受け入れることで、もう一人の自分、困難に立ち向かうための人格の鎧、ペルソナを手に入れたくば。行け、シライア。が映ってみんなで助けようってテレビに入った。そしたら、チエは明るくて強くて何でもできて、私にないものを全部持ってる。私を守ってくれる。何の価値もない私を。ユキコ、私そうでなくちゃね。ユキコってば美人で色白で女らしくて、でも本当は私がいなきゃ何にもできない。私の方がずっと上じゃない。違う違う。そうだよね。一人じゃ何にもできないのは本当は私。人としても女としても本当は勝ててない。でも私はあのユキコに頼られてるの。だから手放せない。ユキコが大事。老舗旅館おかみ修行、そんなうざい束縛まっぴらなのよ。たまたまここに生まれただけなのに、生き方死ぬまで全部決められてる。そんなことない。誰かに連れ出してほしいの。一人じゃ出ていけない。私には何もないから。どこでもいいの。ここじゃないならどこでも。老舗の伝統、町の誇り、なもんクソくらいだわ。あなたなんか私じゃない。陽介と同じく自分の心の闇の部分に触れてしまったちえちゃんとゆきちゃん。でも二人ともちゃんと受け入れてペルソナを手に入れたくま。ずっと見ないふりしてきた。どうしようもない私。でも私はあんたの、あんたは私なんだよね。守って構え。逃げたい。誰かに救ってほしい。そうね、確かに私の気持ち、あなたは私だね。おいで、この花咲くよ。次にテレビの中に囚われたのは札付きの不良少年の彼。彼もまたここの中に悩みを抱えてたみたい。女は嫌いだ。気持ち悪いものみたいに僕を見て笑いながらこう言うんだ。裁縫好きなんて気持ち悪い。絵を描くなんて似合わない。男のくせに、男のくせに、男のくせに。男ってなんだ。男らしいって何なんだ。女は怖いよな。男がいい、男のくせにって言わないしな。
そうさ、男がいい。さっけんな。目見てんのか、俺のもんかよ。うわっ、あるわっ。やっぱり一度はこうして拒絶したくなるクマね。でも漢字も自分の中のもう一人を受け入れてペルソナを手に入れたクマ。拒絶されるのが怖くてビビってよ、自分から嫌われようとしてるチキン野郎だ。てめえは俺で、俺はてめえだよ、クソったりが。来い、叫びかずち。この後先輩たちはテレビの中に閉じ込められた私、久慈川理世を助け出してくれた。私もアイドルっていう立場にいろいろ悩んでたけど、自分の中の目を背けてた部分に向き合ってペルソナを手に入れたの。クマも自分が一体何なのか分かんなくてしょぼーってなったけど、先生たちのおかげで復活したクマ。今じゃペルソナだって出せるクマよ。テレビの中だけじゃない、俺は現実世界のさまざまな出会いの中でさまざまな絆を確かめていった。俺もう見ないふりはやめる。本気でやんねえと全部つまんねえしな。死ぬ気でやって報われたり報われなかったりするから楽しいんだよな。俺さ、もう少しバスケ続けてみるよ。それから勉強も習い事も全部ちゃんとやってみようと思う。今まではさ、どうも義務感があってそれなりにやってるだけだったけど、何でも自分の力って出せるはずだよな。なぜか事件の陰にはお前だ。これ以上お前が俺の領分に足を突っ込んでくるようなら、その時はとにかく危ないことにだけは首を突っ込むな。お前が無事ならそれでいい。俺たちはテレビの中の世界にペルソナの存在を周りに伏せ、俺たちの手で犯人を捕まえることを誓い合った。行くぜ。よし。チャンス、ボコボコにするぞ。よっしゃ、ドキドキ。我は何時、何時は我、総合を見開きして今こそ発せよ。イザナギ、ま、実力っつーの楽勝楽勝。こんな感じかな。準備運動にもなりゃしねえ。うっひょ、だからやってないって言ってるじゃないですか。そうは言ってもね、お店の人が男子高校生だったって言ってるし。こいつじゃありませんよ。カバンの中だって確認したでしょ。したよ確認。そりゃ確認はしたんだけどさ。瀬戸、永瀬も一緒か。あれ、君は堂島さんとこの友達？はい、何かあったんですか？ちょっとね。永瀬が雑誌を万引きしたって疑われてんだよ。雑誌？ああ、本当ならこういうのはおまわりさんの仕事なんだけど、お店の人がたまたま顔なじみだったもんだから呼び出されちゃって。あの、足立さん、一応学校には連絡させてもらったよ。ちょっと、おい永瀬、お前もなんとか言えよ。やってないんだろ？ああ、やってない。ほら、こいつは万引きなんかするやつじゃないんですって。だよな。ああ、足立さん、お話が。話は分かった。とりあえず先生が来るまで待っててもらえるかな。ふざけんなよ。ごめんね、こういう仕事だから。足立さん、いいですか？ほら、ここ最近この町も物騒な事件多くなってきてるじゃない。だから足立さん！よいしょ。何かな？これ、
向こうに落ちてたんですけど。向こうに？向こうに。今拾ったの？今拾いました。それじゃないですか。ね、指紋でも取ります？大丈夫。あ、そっかそっか、これか。以後気をつけてくれる？何を？体調とか？は？ごめんなさい。もう行っていいですか？練習あるんで。どうぞどうぞ、頑張って。おい永瀬、ちょっと待てって。まいったな、親父も適当なこと言って。どうですか、事件の方は？バッチリ順調って言いたいところだけど、今んとここれといった進展がなくてね。毎日堂島さんにどやされてるよ。お疲れ様です。あ、やっぱり気になってる事件のこと？いや、そういうわけじゃ。堂島さん心配してたよ。あいつやっぱり事件に首突っ込んでやしねえかって。本当に大丈夫ですから、お気遣いありがとうございます。いやいや、俺はいいんだけど。警察のこと？あ、はい。ん、セッターじゃないか。もしかして何かやったってのは貴様が？あ、違います違います、彼とは世間話してただけで。そうですか、あんまり甘やかさないでくださいよ。こういうのはすぐにつけ上がりますから。はあ。八十神高校の諸岡と申します。どうも。今日はちょっと担当の先生が休みを取っておりまして、代わりに私が。で、何か？ですね、うちの生徒がどうせろくでもないことしでかしとんです。ああ、いや、お宅の生徒さんたちがね、諸岡先生っていう方が生徒思いのいい教師だと、教育者の鏡だと、それも口々に言うもんで、そんなに言うんでしたらぜひ一度お目にかかりたいと思いまして、それでわざわざご足労願ったと、こういう次第であります。はい。まあ、私もそうそう暇じゃないんでね。困りますよ、あんまりこういうのは。申し訳ございません。いや、もうあんまり言うもんだから。そんなにですか？ええ、今もまさにその話をしていたところでね。いや、そんな話は全然。え、ちょっと僕はそういう噂聞いたことないです。へへへ。え、流れ読んで、流れ。あ、なんか邪魔しちゃいました。うん、邪魔っていうか。あ、そうか、嘘ついた方が良かったのか。諸岡先生、あなたは素晴らしい先生です。もう遅いよ、嘘って大きい声で言っちゃったよ。刑事さん、すいません。そこは謝っちゃうとまたあれですな。すいません。あ、すいません。では特に用はないのに呼んだ、そういうことですかな？いや、そういうわけではなくてですね。はい、用はありません。瀬田くん！あれ？あ、上司から呼び出しだ。いけないいけない。それじゃあ僕、失礼します。お、瀬田！もし何か問題を起こしたらそれだけは腐ったみかん町に即登録だ。分かったな？先生、し、何がしだ？今、誰かの視線を感じたんです。何？はは、貴様都会から来たからチヤホヤされてるだなんて勘違いしてんだろ。貴様みたいなのはすぐに調子になるからな。いいか、よーく聞いておけ。貴様がどう思ってるか知らんが、みんな貴様のことを見てもいなければ興味も持っておらん。つまり貴様はいない。おーい！バカにしやって。おい永瀬、どうしたんだよ。どうしたって何が？何がって、なんで俺はやってないって言わねえんだ。言ったよ。あ、言ったか。言ったわ。でもさ、お前なんか変だぞ。失礼だな。どういう意味だよ。本当は知ってんだろ、誰が万引きしたのか。全部分かっててかばってんだろ。やっぱお見通しか。当たり前だろ、バカにすんな。柏デコのサッカー部のやつだった。柏デコって来月試合するって言ってた？だったらかばうことなんかねえだろ。いいんだ。よくねえよ、今からでも店行ってちゃんと。いいんだって。試合できなくなっちまうだろ。よっ、心配して来てくれたのか。いや、今日こそはそこで主様を釣り上げようと思って来てみたら、たまたまお前たち。無理するな。心配してきた。お前嘘下手な。さっき本当のことを言ったら流れを読めって怒られて、真実を伝えるのって難しいな。同感だ。俺、お前らに感謝してんだ。なんだよ急に。いろんなことにビビって、言い訳して、逃げ道作って、そんなダッセー真似してた俺を気づかせてくれたろ。お前怯えてんだろ。女の子に冷たいのも自分から先に嫌われれば嫌われても傷つかないって思ってんだろ。サッカーだってそうだよ。お前手抜いてんだろ。本気でやって挫折すんのが怖えからだ。
本気でやって報われなかった時、自分が傷つくのが怖えんだよ。勝手に想像で言うんじゃねえよ。傷つかない一生なんて楽しいのか。お前それで何が得られんだよ。てめえに俺の人生のことなんか言われたくねえよ。俺の勝手だろ。お前らに関係ねえし。あるよ関係。あるに決まってんだろうが。俺はお前の何なんだよ。瀬田はお前の何なんだよ。お前は俺や瀬田の何なんだよ。てめえの人生にな、俺や瀬田が関係ねえわけねえだろうがバカ。関係ねえわけねえだろバカ。暑苦しくおせっかい焼いてきてよ。うるせえな、いつまで覚えてんだそんなの。忘れるわけねえだろ、あんな大切なこと。あれがあったから俺はいろんなことに本気でぶつかろうって思えたんだ。そっか、もしかして永瀬それで。チクるのは簡単、でもそうしたらあいつらは試合に出場できなくなる。俺今サッカー本気でやってんだ。こんなんで試合できなくなるなんてごめんだからな。でもあいつらお前に罪なすりつけようとしてたんだろ。でもこうして無事だ。どこまでお人よしなんだよ。お前らに言われたくないな。見られたのが永瀬じゃなかったら、くそ悪運強え奴らだ。さ、練習だ。瀬田、悪かったな巻き込んじまって。気にするな、関係あるって言っただろ。サンキュー。なあ、俺お前に相談あんだけど、よかったら今度話聞いてくんないか。もちろん。ありがとう。亡くなったのは市内にある八十神高等学校に勤務していた諸岡金四郎さんで、諸岡さんの遺体の状況が稲葉市で起きた殺人事件前2件に酷似していることから、警察では今回の事件が犯人特定への大きな手がかりになるとみて、明日から大規模な捜査を行うことにしています。諸岡さんは厳しい指導方針で知られ、たびたび生徒との摩擦を抱えていたということです。それでは現場から伊藤さん。なあ、モロキンの話ってマジ？テレビでやってたし間違いないっしょ。ムカつくやつだったけど、殺されたって思うと結構かわいそうかもな。放課後フードコートに集合だ。被害者氏名諸岡金四郎、死亡推定時刻は7月10日午前2時から5時の間。第一発見者は付近で犬の散歩をしていた男性で、最初に通報したのもこの人物。死因は頭部打撲、そのためだった外傷なし。今のところ有力な目撃情報はありません。以上、方針は堂島刑事から。堂島だ。とにかくしらみつぶしに当たって丸目探せ。少しでもによったら任同求めて構わん。やり方は各班に任せる。以上、解散。お疲れっす。下層の解析終わりました。26センチ、普通のスニーカータイプですが、生産数はそれほど多くないみたいで、この辺だとジュネスでしか扱ってませんでした。やっぱりこの町の人間みたいっすね。堂島さん、おいっ子の担任教師だってな。ええ、俺昨日会ってるんすよね、この人。なんか後味悪いな。小西咲に続いてまたあいつの顔見知りだ。おう、はい。天城由紀子、辰巳寛治、久慈川理瀬の失踪が一連の事件と関係してるとすりゃ5人か。え、堂島さんもしかして
おいっ子さん疑ってるんですか。いや、だが場合によっちゃそうせざるを得なくなるかもな。いや、それはちょっと。俺たちデカの仕事ってのはそういうもんだ。今俺がはっきりしろだって言えんのは、昨日朝まで一緒だったお前と家で寝息立ててた七子だけだ。あ、そうだ、特別捜査協力員動き出してるみたいっす。あいつか。そんなもんあんまり当てにすんじゃねえぞ。デカは自分の足と勘で真実にたどり着くもんだ。聞き込み行くぞ。今日も家帰らないんですか。ああ、俺だ。今日も遅くなる。ああ、いや、飯はいい。ああ、スクリーン片付けとけ。え、分かった、早く寝るんだぞ。本当にごめんなさい、先輩たちの力になりたかったのに。いや、今はまず体調を万全にすることが先決だ。ゆっくり休んで。はい、皆さんにも改めてちゃんとお礼言いたいし、すぐに合流しますから。ああ、待ってる。じゃあお大事に。リセチ、やっぱダメだって。ああ、相当疲れてるみたいだった。テレビの中閉じ込められて、てめえの内面と向き合ってたもんな。経験あるからわかるけど、体力っていうより精神的に疲れちゃうんだよね。あんなことがあって、そんですぐに学校でしょ。気疲れして当然だよ。笑って迎え入れてあげられるように、俺たちも頑張ろう。うん、うっす。クマさんはどうしてる。花村くんのところに居候してるんでしょ。ピンピンしてるよ。あいつ、こっちの世界にも来られるようになっただろ。ああ、出られなかったんじゃなくて、出るって発想がなかったクマみたいなこと言ってたね。自分の悩みを克服した途端、なんかパワーアップしたっつうか、調子に乗ってるっつうか。今は向こうの世界調べてる。鼻息あれーの、なんのなんか大変そうっすね。やる気があるんならいいことでしょ。まあな。で、事件の話だけど、今回のモロキンの件どう思う。夜中の番組に全然映んなかっただろ。クマの話だと、もしテレビの中に入ったならわかるはずなんだって。前より鼻は効かなくなってきてるけど、それくらいは間違いないクマよって。けど死体見つかったのまた霧の日だったんでしょ。現場の様子も山のアナや小西先輩の時と同じだったってニュースで言ってたし。犯人の動機本当何なのかな。どうして諸岡先生が狙われたんだろう。恨みってんなら諸金恨んでるやつなんて数えきれねえ。でも確かテレビで話題になった人が狙われるんじゃなかったかな。そうそう、テレビを見て狙いを決めてるなら被害者と面識がない犯人ってイメージだけど、そういうタイプは動機なんて考えても意味がなさそうだ。会ったこともないのに意味わかんない理由で恨んでくるやつ世の中にはいっぱいいるしな。けどモロキンの場合、真夜中テレビだけじゃなくて普通のテレビにも出てなかったしな。あー、もう全然わからん。しかしうちの高校から続けて2人か。警察、うちの人間に目星つけて目光らしてんだろうな。昨日モロキンと一緒にいるとき、誰かの視線を感じた。俺の気のせいかもしれないけど。白状するとさ、正直心のどこかでモロキンのやつが犯人かもって思ってたことあんだ。うちから二人目って言うけど、実際もっとだろ。それにあいつ死んで当然とか何度も言ってたことあったしな。けど疑って悪かったなって。ムカつくやつだったけど、こんな死に方ありえねえだろ。モロキンだけじゃねえ、かわいそうっつうかなんつうか、とにかく犯人許せねえよ。モロキンのためにも私たちにできることをやるしかないよ。こうなるとうちの学校になんか関係あるってのが今のところ有力でしょ。なら私たちで手分けして。静かに、足立さんだ。あれ、君たち。どうも。先生、気の毒だったね。はい。犯人がまだこの辺にいると思うと不安です。だよね。でももう大丈夫。容疑者が固まったよ。こっからは警察に任せて。それ本当ですか。うん。特別捜査協力員の探偵がいい働きを見せてくれてね。ほら、帽子の。あいつか。容疑者が固まったって誰なの。あ、まだ僕も名前は教えてもらってないんだ。なんせ容疑者高校生だから。高校生。嘘。慌てないで、みんなの学校の生徒じゃない。ただ今回の容疑者手配にはよほどの確信があるみたいだね。
今までの事件と問題の少年との関連が周囲の証言ではっきりしてる。逮捕は時間の問題かもよ。ほら、そんな顔しないで安心して。無差別に人をさらって殺人なんて絶対に許されないからさ、気張ってるよ。そうっすか。あ、そうだ、探偵君から伝言を預かってた。うるさい。大丈夫？はい、すいません。読むよ。皆さんの遊びも間もなく終わりになるかもしれない。だって何のこと？いや、僕たちの中であの流行ってる遊びがあるんですよ。多分そのことかな。だね。本当に？はい、うん、そうなんだ。今度混ぜてよ。あれやべ、東島さんだ。ごめんね。それじゃ、はい、ああ、わかりました。今すぐ戻ります。こっちは大事な人殺されてんだ。遊びでできるかよ。本当にこのまま解決なのかな。なんかちょっと気が抜けたね。なんていうか、私たちしか解決できないんだみたいに気負ってたからさ。まだわからない。逮捕されたわけじゃないからな。情報待ちってとこすかね。けどさすがに警察で手配中じゃ俺たちの出る幕はないか。今日はひとまず解散してまた改めて集まろう。ああ。ごめん、待たせた。俺から呼び出したのに。いいんだ。モロキン死んじゃったな。ああ。人って突然いなくなっちゃったりすんのな。ああ。相談って何？ああ。前にお前、俺に好きな人聞いてきたことあったろ。え？ああ、そうだったかな。聞いたじゃんかよ。俺がトイレ入ろうとしてるとき突然呼び止めて。ああ、うん、誰だっけ。ちょっと待って、覚えてねえの。俺かなり意を決して打ち明けたんだぞ。申し訳ない。マジかよ。里中さん。え？里中さんだよ。ごめん、何？嘘だろ。里中さん。誰さん？わざとでしょうね。聞こえてるよね。ごめん、里中知恵。お前ってそんなやつだったっけ。今まで意識してなかった自分の中の何かがそうさせた。何それ。いや、とにかく里中さんが好きなんだけど、永瀬がさ今すげえ頑張ってんじゃん。よし。で、俺もこう影響されたっていうか、ビビってないで頑張ろうって思ってさ、告白しようと。そうか。で、相談に乗ってもらおうと思ったわけ。お前里中さんの隣の席だし。でもさ、いざとなるとやっぱビビっちゃうんだよ。そしたらモロキンの事件があってさ、こういう時にこんなこと考えるの本当どうかと思うんだけど、悔いのないように生きなきゃって。マジ不謹慎だよな。そんなことないよ。ムカつく先生だったけど、卒業式にはお礼と憎まれ口の一つぐらい言いたかったし、こんなこと考えたかないけど、いついなくなっちゃうか分かんないからさ、相手も俺も。もちろん事故とか病気とかだけじゃなく、ほらお前だってさ来年になったらまた転校しちゃうんだろ。だから伝えられるうちに伝えたいんだ。ありがとうとか好きとか、そういう気持ち。いいと思う。永瀬と同じように俺もお前らには感謝してる。人に囲まれて俺があるってこと。そういうのってさ、よく小説とか歌詞とかに出てくんじゃん。だから知ってて、それを分かったと思ってた。けど全然違うんだよな、本当に分かるってこと。お前らがいなきゃずっと分からなかったと思う。分かったふりで
おしまいにしてたと思う。だからありがとう。なんか恥ずかしいな。バカ、これから俺里中さんの前ですげえ恥ずかしい思いするかもしんねえんだぞ。そういえばさ、お前が俺に好きな人聞いてきたのってそもそもなんで？ああ。っていうかまどろっこしいから好きな人聞いてきてよ。ほら早く。もしかして俺のこと気になってる子がいるとか？嘘！ってことは俺魅力あんのかな？自信持っていいのかな？廊下で偶然ぶつかってちょっと喋ったの、一条くんと。でもね、全然だったみたい。ときめかなかった。普通のいい男の子って感じ。一時的なものだったみたい。言えない。いや、流れを読む、流れを読む。うん、自信持ちだよ。何その間。いや、本当に応援してる。そっか、やっぱお前に話してよかったよ。永瀬にもって思ったんだけどさ、今は邪魔したくなくて、ありがとう。じゃあまた明日学校で。よーし。伝えられるうちにか。はい、それじゃ結局市原さんの都合さえ良ければ今からそちらに。わかりました。それじゃ。起きてたか、七子は。ぐっすり寝てる。そうか。そういや試験終わったんだよな。お疲れさん。うん。これからまた仕事？いや、今の電話な、市原さんって俺の元先輩だ。女房の千里がひき逃げにあって死んだ話はしたな。その捜査で鑑定やってもらってる。さっき鑑定結果が出たって。それで？あの様子じゃ警察の調べ以上のことは出てこなかったんだろう。そっか。白のセダンで、おそらくはでかいアメ車だ。もちろんこの町にそんな車はねえ。修理も廃車も該当する記録は出てこない。下手すりゃもう日本にいない可能性だってある。怖えんだ、犯人を捕まえられねえってことが。やりきれねえ気持ちをぶつけるとこがなくて飲み込むしかねえってことが。七子見るたびあいつと似てるとこ見つけるたび現実を突きつけられてる気がして怖えんだ。コーヒー入れようか。まさかお前にこんなことを話すことになるとはな。いつまでもこのままでいいわけねってのは分かってる。お前がいるうちに向き合わなきゃいけねえよな。そうしておじさんらしい、父親らしいことの一つも伝えてなくちゃだ。伝えられるうちに。ああ、
さて、俺はもう寝る。お前も早く休め。そうする。おやすみ。雨か。もうすぐ12時。真夜中テレビか。僕のこと見てるつもりなんだろう。みんな僕のこと知ってるつもりなんだろう。それなら捕まえてごらんよ。容疑者を暫定したと発表し、全国に指名手配しました。指名手配されたのは稲葉市内の高校に在籍し、少年は現在行方のわからない高校3年生の諸岡金四郎さんの教え子でした。少年しかし、素行の悪さから定額を理由に諸岡さんを逆恨みしたことも考えられ、半年にわたって地元を恐怖に陥れた逆さ貼り付け連続殺人事件、その容疑者が少年であったというのでは、言動にも一致する点が極めて多いとして今回の指名手配に踏み切ったものです。ついに報道されたね、容疑者。うん。あれ？ああ、リセチーとクマは今テレビの中。よし、クマたちが地を探ってる間、俺たちはここで作戦会議だ。ああ、よし。で、昨日の真夜中テレビ、みんな見たよな。死んだ魚みてえな目でボソボソ挑発しやがって。何なんすか、あいつ。昨日はいきなりはっきり川まで映ったから、いつもと違うなって思って知恵に電話して、それで話しながらふっと思ったの。あの子犯人なんじゃないかって。ただの勘っちゃ勘なんだけど、繋がるんだよね。ああ、実は俺もそれ考えてたんだ。どっかで見たような気はしてんだけどな。話では、容疑者は高校生の少年、モロキンの件で足がついて指名手配、そんなタイミングで昨日のテレビだ。おまけに捕まえてごらんなんて意味ありげな挑発。そんで、例えばだ、男子高校生の A 君がいます。 A 君は何かの拍子であの世界に入れるようになりました。 A 君は何かの動機から命を奪う目的で人を次々とテレビに放り込みました。
別の世界なんて警察には証明できない。それは絶対足のつかない最高の手口でした。ところがある時からテレビに入れても人が死ななくなってしまいました。俺たちが助けたからか。仕方がないのでモロキンの時だけはテレビを使わず自分で殺しましたが足がつきました。指名手配された A 君には逃げ場がありません。お、もしかして逃げ込むために自分からあっちへ行ったってことですか。おお、それで捕まえてごらんってか。テレビに映った人を狙った理由はまだよくわからないけど、もしかしたら諸岡先生にだけは本当に恨みがあったのかも。だって足がつくのを覚悟してまで実行したわけでしょ。諸岡先生の時だけテレビが無関係なのもそう考えれば一応わかるっていうか。ただあの子逃げ込んだ後はどうするつもりなんだろう。犯人はテレビに入れた人間がこっちに戻ってきてるのを知ってるはずだ。天城や幹事はともかく芸能人のリセが死んでないことを掴んでないわけはないだろう。つまり少なくとも出る方法があるってことを犯人は知ってる。とにかくここまで来たら全部本人に聞くしかないだろう。リセからだ。どうだった。ダメ、情報少なすぎて足取りつかめない。中に誰かいるのは間違いないんだけど。なら俺たちはあいつが誰なのかを確かめよう。どこの誰なのか、警察に追われている容疑者と本当に同一人物なのか。そうだね、もし本当にあの子が犯人であっちの世界に行ってたら警察もう手出しできないし。つまり俺らがやるっきゃねえってことだな。ああ、うん、まずはリセに手がかりを知らせるためにみんなで情報を集めよう。うっ、何かつかめたらまた連絡する。夏休みでも部活とか補習で学校来てる友達も多いから心当たりないか聞いてみる。俺も行きます。俺は駅の方当たってみる。じゃあ私は商店街に。うん。一条どうした。ああ知ってる、今学校に向かった。え、今わかった、後で。ちょっと待ってくださいよ。少し休みましょうよ。バカ野郎、こんなんでへばってんじゃねえ。しかし本当何にもないな。犯人まだこの町にいるんすかね。いるに決まってる。今度は逃がすわけにはいかねえんだ。ほら、いつまでも新米気分でいるんじゃねえ、歩け。はい。あ、そっか、もうそんな経つのか。でもこの町は交通の便が良くなるわけでなし、レジャーランドができるわけでなし、一向に帰る気配ないですね。退屈だから早く都会に戻りたいってそう言いたいのか。あ、いや、そういうあれじゃないんですけど。あ、そうだ、僕がこの町に赴任してきた時面白いやつに会ったんすよ。面白いやつ。ええ、確かまだ桜は咲いてなかったと思うな。僕がね、こう車で駅の近くを走ってたら。はい、堂島。そうか、一応そいつの交友関係も洗ってくれ。頼んだ。ああ、すまん。いやいや、で、僕がね、こう車で駅の近くは堂島、いや、今日は署には戻らない、何かあったか。ああ、そいつは参ったな。分かった、一段落ついたらそっち行く。何だった。大丈夫ですか。ああ、僕が車で駅の堂島だ。堂島さん、僕ずっと駅の近く走ってますけど。本当か、分かった。一回電源切るわけにいかないですかね。八ヶ見高校の生徒が容疑者について聞いて回ってるそうだ。お、おいっ子さんたちかな。あいつ首を突っ込むなとあれほど。行くぞ。あ、堂島さん、あの話聞いてからじゃダメですかね。堂島さん、ねえねえ、ちょっと聞きたいことあんだけどいいかな。あのさ、ここにほくろがある気持ち悪い感じの男の子なんだけど、この辺で見た覚えないかな、最近。ごめん、遅くなって。違う。ほら、夏休みなのに偶然学校で会えるなんて、もうこれは運命以外の何者でもないと思うんだよ。そうなるとあの子たちも運命ってことになっちゃうけど。ユウ、2年生だろ。なぜわかるかって、
俺にはわかる。全てがわかる。2階から来た知らない顔、 50% の確率で2年生だ。そんな深遠な知識を持つ3年の俺や2年の優を謎謎で試してやろう。うん、別にいいっす。そのジョークソルフル。じゃあ行くぜ。問題。邪魔なんだよ。よし、セタ、お前が先に行って話しかけてくれ。俺が？いきなり俺が行くより自然だろ。その後行くから、まずは突破口を開いてくれ。わかった、やってみる。ちょっといいかな。おお、瀬田君、なんかつかめた？いや、その実はちょっと聞いてほしい話があって。話？なんだろ。なんでも里中のことを一条が。おい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 、ダメじゃん、お前が本題入っちゃ。なんだろう、それは俺が言うから。ああ、そうか、ごめん、何話したらいいか分からなくて。お前の天然はもはや近代兵器だよ。一条くんがどうしたの？いや、その里中さん。はい。お前はもうあれだ、ここで応援しててくれ。わかった、しっかり。なんかごめんね、話してるとこ。うん、平気。何？うん、ちょっと待ってね。大丈夫、いけるよ。里中さんさ、相手ビビってるビビってる。里中さんって。オーフェンス、オーフェンス。ちょっと待ってて。うるさい、声出していこう。うるさいって。だから応援ってそういうことじゃないんだ。なんで意外そうな顔してんだよ。違うって。だいたい告白しようって時に相手ビビらしてどうすんの。そうか、もうそれ失敗じゃん。ごめん。二人して何こそこそ話してんの。お前はここで見守っててくれ。いいな。ごめんね、ごめんね。じゃね、バイバイ。よし、友達どっか行った。これでだいぶ話しやすくなったぞ。行ってくる。祈ってる。トゥクタカタン。あ、ごめん、名前噛んだ。うわ、最悪だ、ほんとごめんなさい、畜生。一条くん、面白いね。面白いって。痛いな。里中さん。はい。俺は。おお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 お。なんだよ。あれか、練習か、練習だな。何そのテンション。おお、里中。おっせ。呼び捨て。あれ、そういや、一応お前好きな子。好きなことやってるお前ってほんとかっこいいと思うわ。な、前にお前好きだって言った。好きだ。頑張る、お前が大好きだ。だから何なんだよ。お前らそういう。あ、違う、断じて違う。いや、別に好きだってんなら無理に否定しなくても。なんとも思ってないって。おい、フォロー、フォロー。わかった、その一条は里中を何とも思ってない。こらぁ、また間違った。どういうこと。あー、もう一位撤退。なんだあいつ。一条の中で何かが弾けたんだろう。え、あ、いや、そうだ、瀬田、今度の試合見に来れそうか。ああ、まだわからないけど、行けるようになったら必ず。おう、めちゃくちゃかっこいいとこ見せてやっから。じゃあな。永瀬くん、なんか変わったね。あ、ねえねえ、結局一条くんって私に何の用だったの？ああ、それはいずれ本人から。カンジくん、あいつのことなんか分かった？いや、ただなんかモロキンのこと相当根に持ってたって噂っす。そうそう、山のアナの不倫のこともいろいろ言ってたらしいよ。浮気なんかする女は死刑にしろとか。あ、お疲れ、どうだった？前に商店街の店でバイトしてたって聞いたから行ってみたの。そこで一緒にバイトしてたやつから卒業アルバム借りたんだ。こいつ。本当だ、テレビに映ってた子だ。間違いねえな。この子どっかで。わかった、ほらユキコ、あん時の。あん時？4月の、ほら、いきなり告ってきたじゃん。ねえねえ、今日さ、何食べてく？どうしようか。やっぱりビフテキがいいな。お前どんだけ肉好きなんだよ。だってさ、君さ、ユキコだよね。これからどっか遊び行かない？誰？あのさ、行くの？行かないの？どっち？行かない。ならいい。
あいつか。そうだっけ。てかこいつ振られた腹いせでユキコを狙ったってこと。別に振ってないけど。とにかくあとは直接本人に聞くしかないな。おっしゃ行こう。ついに逮捕だね。私たちで絶対犯人捕まえよう。そうなら早速テレビの中だ。よしみんな準備はいいか。クマ。お、やる気満々じゃねえかクマッチ。クマくんも戦うの。クマを今までのようなプリチークマだと思わないでいただこう。戦ってよし、守ってよし、笑顔もよしのクマスペック2参上クマ。今ここに新たなクマ伝説が幕を開けるのだ。ふかふか触っていいか。やだ。遊んでる暇ないよ。行こう。いや、遊んでるのは。ユキコ、ほんとそれ好きだね。みんなの緊張をほぐそうと思ったの。あ、うん、ありがとう。助かったよ。天城先輩ってこんな人なんすか。じゃあ、行こう。うん、クマ。何これ、ゲーム。捕まえてみろってぐらいだから、いわゆるゲーム感覚ってことか。むっかつく、顔面くつあとの芸にしてやる。遅くなってごめんなさい。ミセ、ここからは私がみんなをサポートする。心強いよ、さすがリセチーだな。当たり前でしょ。先輩たち、しっかりね。あ、向こうがゲームだってんなら早々にエンディング見てやろうぜ。足りねえよ。男はみんなゲーム好き、女はみんなクマが好き。あれ、ハチ公の永瀬じゃね。うっす、この間大変だったね。ダメだよ、万引きなんかしちゃ。今度の試合頑張ろうな。あ、何こいつ超ノリ悪いんすけど。お前らも練習やってるか。うちあれから結構強くなったんだ。全力で来ないと。うるせえよ。じゃあな。なんだあいつ気持ち悪い。なあ、あいつ足ってのはボールしか蹴れねえと思ってんじゃねえかな。教えてやろうや。結構奥まで続いてそうだね。リセ、方角わかるか。いた、見つけたよ、あっち。道が分かれてる。よし、ここは二手に分かれ。その方が良さそうだな。こうなったら、ちゅーちゃん、ゆきちゃん、二人ともクマについてくるかな。なんかそれ個人的な感情が働いてねえか。じゃあ俺がクマコート行きます。感じ。なんか文句あんのか。別に。じゃあ私もこっちに。クマさん、ナビお願いね。おお、これが逆なんかはね。それまだ言うの。じゃあ私たちはこっちだね。十分注意してくれ。うっす。先生たちも気をつけるクマよ。あいや、行こう。ああ、敵の奇襲出やがったな。お、花村先輩やるじゃん。敵を撃破。先輩、その調子。敵2体撃破。ちげ先輩最高。いけ、チライヤ。敵3体撃破。山田先輩、いいぞ。また増えた。俺に任せろ。嘘つかねえ。先輩、かっこいいぞ。行こう。クマ、クマク
私に乗らないの。おい熊子、転んでも知らねえぞ。あいつどうしたんすか。熊さん面白い。天木先輩どうしたんすか。嘘、不意打ち。上等じゃねえか。ナイス幹事、いい攻撃。おいで、この花咲くや。さすがユキコ先輩。え、マジ。うわー、一発だけだー。ゆいおい、転がった方が早いんじゃねえか。確かに。エキコタン、パスで負けてるよ。もらった。ナイスヒット。いいぞ花村先輩。はっ。いけいけ、ゴーゴー。くらえ。はい、はい、はい、はい。ゴーゴー。ねえねえ、私に任せて。頼んだ。考えるな、感じるんだ。でね、やるじゃん。花村、あ、もう敵が減らないよ。ほら、はい。いや、こいつ強い。気をつけて。さすが、アイボン。ほら、行くぜ。切りねえな。クマか。急ごう。行くぞ。もうなど起きれないクマよ。手を貸してほしいクマ。かわいそうだよ。はい、クマさん捕まって。まったくついてくるんじゃなかったぜ。ほら行くぞ。ほら、ゆきちゃんは優しいクマね。逆何してもよい。クマさん、なんだ。なんだこれ。うわ、なんだ。なんかヤバそうな匂い。あ、強い相手だよ、気を抜かないでね。嘘だろ。おそこストップでしょ。お見ろよ、へこんでんじゃねえか。ほら、あー、くよくよすんなよ。そうじゃねえよ、物理的にへこんでんの。ちゃんと謝んなさいよ。はい、こちらの不注意でこんなことになってしまい誠に申し訳ありませんでした。喜んでる、気持ち出ちゃってるよ。ラッシャーせえ。うるせえ、距離。レギュラーですか、補欠ですか。何の話だよ。レギュラー満タン。はい、レギュラー満タン。窓拭きますか。お願い。かしこまりました。え、お店の窓こっちじゃなく。エブデイヨンヌジュン。下手くそ。ちゃんと歌えよ。ジュネスは毎日が不協和音。じゃあ行かねえよ。何なんだ。灰皿捨てますか。灰皿、ああ捨てて。かしこまりました。ほんと何なんだ、さっきから。やっぱりね、君さっきから何やってんのね。あれ、お客さん見ない顔ですね。こっちの人ですか。いや、今日着いたばっか。じゃあこっちの人ですか。だから何の話なんだよ。何してんだよお前。移動っていうか、まあ
左遷だな。ちょっとヘマやって、で、ここ。お仕事何されてんですか？なんだと思う？興味ないっす。なんで聞いたんだよ。でか、刑事だよ。へぇ、刑事さん。そうだよ。室井さん聞こえるか？バカバカお前、すいません、なんでもないです。現場に送ってんだ。そう、仕事して。すいません。しかしこの街なんもねえな。ほんと、なんで俺刑事になったんだっけとか思っちゃうよな。お客さん、これの使い方わかります？何なの君ね。使い方って店員だよね普通に。すいません、あのこれの使い方誰に聞いてんの。俺らしかいねえだろバカ。今のご気分は？最悪だよ。いい、貸せよバカ。本当に俺やからよ。なんで俺がやってんだよ。この街でさ、普通に仕事して飯食って寝て、何も変わんない退屈な毎日繰り返して、それで俺なんか変わるんかなとか思うわけよ。なるほど。あ、ごめんね、なんか住んでるとこ悪く言うみたいになっちゃった。あ、いやいや、そっか。ま、そういうことってありますよね。何、バカじゃねえの？大丈夫ですって、二十歳超えてますから。そこじゃねえよ、危ねえだろっつってんの。ここガソリンスタンド。怖いわ。何してんの？え、撮ってんだよ今日。いや、画面いっぱいモザイクの新感覚 DVD を作らねえよ。お前だけの問題じゃねえんだよ。何言ってんの？ビジュアルアイズ！やかましいよ、やめろっつってんの。せーの、はい。何編集点作ろうとしてんの？バカバカ、やめろっつってんだよ。でもね、お客さんね、退屈だって思ったら自分で面白くするんですよ。あ、ちょっとなんか面白いこと言ってみてください。面白いこと？な、急に言われてもな。なんかあるでしょ、一つや二つ。あったわ。嘘つけバカ。嘘つけ、ね、バカっつった今。お客だからな俺。まあいいや。あのな、軽い罪で捕まった人をすぐに返すってなっても、家の人に警察まで来てもらうのよ。これ身柄引き受けって言って、これ警察用語で柄受けっていうのね。で、ある時チャリ泥棒かなんかで捕まった大学生に、これから柄受けできるやつ誰かいるかってこう聞いたら、あーどうだろう、自信ないっすね、下手でもいいっすかとか言ってんの。あれなんか変だなと思ってよく聞いてみたら、そいつカラオケだと思ってた。お、面白かった。あ、そんなよかった。いや、お客さん、1幕も2幕もオープニング出てないっすね。うるせえな。なんだよオープニングってお前。他なんかないっすか、面白いこと。他にちゃんと聞けよ。はい。あ、これ俺が本庁入った時まだ何も言ってねえよ。何なんだよお前は。起きろ。起きれない。めんどくせえ。気持ち悪いよ。もういいや、お会計。あ、カードですか、クレジットですか。どっちもカードだよ。あ、大丈夫です、車あれしちゃったんで俺代わりに払っときます。あ、そうなの。じゃあ甘えるけど、君ちゃんとした方がいいよ。らっしゃせ。らっしゃせじゃねえよお前。黙いて。あれ、あの車、なんだよこれじゃ出らんねえな。あ、じゃあ一回下がってこう行ってこう行きますか。どう行くんだよそれ。何それ、何してんのお前。ラシャセ、何してんのよ。ラシャセ、帰るんだよバカ。下がんのな。はい、バックストップだぞ。はい、おらい、アタックじゃねえからな。おらい、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 ストップでした。でしたってなんだよ。おい、今の話は何だ。僕もなんで話し始めたのか途中から分かんなくなってました。足立、時間ってのは変えねえんだぞ。ごもっともです。ああそうだ、堂島さん、さっき言ってた気になることって、あの久保って学生本当に他の山もやったのかってな。え、だって会社の釣られた場所が微妙に違う。え、他の仏は死因が分からねえのに、あの教師だけ頭部の打撲、どうも引っかかるんだ。じゃあ他に犯人が。さあな。ただそう簡単にことが済む気がしねえ。あくまで勘だ。
一雨来るな。行くぞ。はい。東島さん、ここか。間違いねえな。先輩、無事だったか。ユキコ、大丈夫？ちょっと手こずって。そっちは平気、こっちはリーダーがいるからね。おいおい、俺だって頑張ったろ。さすが先生、頼れるクマ。胸キュンしたクマ。納得いかねえ。よし、開けるよ。あれ、よいしょ。開かない。ちょっとこれ頼みます。ごめん。なんだよ、おい。すいません。あんた、ベクトの死ね。ここじゃないのかな。なんで。これ、うお、カバー。何これ。途中で拾ったんす。そうか、これで。開いた。先輩、おい。目が雲か。うわ、霧島だ。様子がおかしい。どいつもこいつも気に食わないんだよ。だからやったんだ、この俺が。たった二人じゃ誰も俺を見ようとしない。だから三人目をやってやった。俺が殺してやったんだ。何も感じないから。何言ってんだ、意味わかんねえよてめえ。何を、どっちがシャドウ。僕には何もない。僕は無だ。そして君は僕だ。なんだよ、なんだよそれ。俺は、俺は無なんかじゃ。いけない、このままじゃ。あんたが犯人なの。そうだよ、決まってんだろ。俺が全部やったんだよ。そうだ、お前なんか関係ない。俺の前から消え失せろ。お前らもだ。こんなところまで追いかけてきやがって。お前らも殺してやる。俺はできる。俺はできるんだからな。うるせえ。認めないんだね、僕。なんだこれ。結局こうなんのかよ。僕は誰ならもう終わりにしてあげる。みんな頑張って、こいつ倒せば事件解決は目の前よ。くまくま、行くぜ。やる、聞いてない。そう、何、なんだ、何。離れて。あら、勝って。先輩、さすがに先輩の体力が。ごめん、行きなさい。震えが止まらない。クマ、クマが怯えてるよ。おい、クマ子、クマさん、カズカズ、アナギ、ユキコ先輩ピンチ、助けるか。花村先輩負傷、やばいよ。やばくねえよ。みんなお願い、立って。イサナギ、自分だよ、怖がらなくていいよ。先輩、ダメ。
永瀬、もしかして怪我してる？ちょっとな。お前もじゃんか。どうした？お前も誰かにやられたのか？お前持って柏でこんなやつら、あいつらこんなことしなくたってそこそこ強いのに、もったいねえな。お前は？転んだ。相変わらず下手だな。まあいいや、みんないろいろあるってこった。俺バカだからさ、わかんねえことすげえたくさんあんだ。でもこれだけはわかる、今本気になんなきゃ絶対後悔する。だからどんなことされたって俺は本気のサッカーで返す。ダセーかな？かっこいいよ、すごく。そろそろ帰る。さすがに痛むわ。じゃあな。ありがとう。一条、お前も後悔しないようにな。自分の心配しろっつうのな。傘いるか？大丈夫、雨に当たりたい気分なんだ。そっか、風邪ひくなよ。嫌いだろ？誰でもいい、僕を受け入れて、僕を受け入れてよ！影、真なる我。お前は孤立すんのが怖いからうまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんな、みんなに囲まれてたいもんな。カッコつけやがってよ。あわよくばヒーローになれるって思ったんだよな。
我は影、真なる我。今まで通り見ないふりで私を押さえつけるんだ。けどいずれその時が来たら、残るのは私。親父、死ぬ間際に俺に言ったんすよ。男なら強くなれって。親父にまでめめしいやつって言われた気がして、ずっと悔しかったっす。だから格好変えて、自分から人寄せつけねえようにして、そんなんで俺強くなったような気になってたんだけど、多分違ったんすよ、親父が言ったことの意味。強いってことがどんなんかまだよくわかんねえけど、てめえをごまかさないでいようって、どんな時でも俺のままの俺を貫いていこうって思ったんすよ。それがテレビの中のもう一人の俺への答えだ。潰れてくれた方がって思ったこともあるけど、やっぱりあそこは私の家。みんながいてくれて私がいられる場所、潰すなんてやっぱりできないよ。私ね、ここを出ていくのやめようと思うの。私きっとお上になるのが嫌だったんじゃないの。自分で決めてなかったから、レールに乗せられた気がして嫌だっただけ。嫌なら逃げるしかないって決めつけて、私今は違う。あの旅館を守りたいって思う。あそこはやっぱり私の大切な場所だから。昔ね、道端でユキコが犬抱えて座ってたの。その犬ユキコが拾ったんだって。けど飼えないから捨てろって言われたって。ユキコ死んだみたいな顔してて、私必死で笑わせたんだ。あん時私ユキコを守ろうって思ったんだけど、それがどっかで間違えて。私巴の力を手に入れてから、自分の価値をちゃんと探そうって思った。それでただ頑張っちゃった。私がやんなきゃって、私がもっと頑張んなきゃって焦って。私一人じゃないのに。君や仲間たちがいて、みんなで頑張ってんのに。バカすぎる。俺がまだここ来たばっかの頃は、どっかでこんな田舎って見下してて、ジュネスは商店街を潰すって敵意向ける人も多くて。でも小西先輩、あの人さ、俺と初めて会った時すげえ嬉しいこと言ってくれたんだ。親は親、君は君。本心じゃなかったとしても俺嬉しかった。あの人がいたからこの街も悪くないかなって初めて思えた。なのにさ、なのに、どうして先輩が死ななきゃいけなかったんだ。ムカつくよ、悔しいよ。もっと話したかった、もっとあの人のこと知りたかった。なのにもういないんだ。俺忘れたかったんだ、小西先輩のこと。
小西先輩がもういないこと。事件が起きて俺はワクワクした。こんな田舎に来た価値がやっとできたと思った。先輩がいないことも相手にされなかった無様な自分も忘れられると思った。先輩ごめん。セタごめん。なんか今度こそ目が覚めた気がする。先輩は帰ってこないってこと受け入れて乗り越えないと。ゆうや、ちょっといいか。あ、いや、大した話じゃない。ゆうやが来てからここがその家らしくなってきた。家ってのはただの入れ物じゃない。家族が暮らし共に生きる場所だ。一緒に笑い泣き喧嘩もして人生の長い時間を共に過ごす、そういうあったかい場所だ。忘れていたよ。何より取り戻したかったのに、何より避けてきた気がするな。七子は強くなった。あとは俺自身の問題なんだろう。どこでけじめをつけるか。長くなった、忘れてくれ。おやすみ。先輩、やっぱり先輩はリーダーだね。ありがとう。私、頑張る。だから先輩もリセたちに遠慮しちゃダメだよ。ちゃんと背負わせてね。ああ、ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。留守電。新しいメッセージが1件です。8月11日木曜日午後11時58分先生、クマも先生たちの何かを背負いたい。クマ、それだけ伝えたかったクマよ。ヨシケ、これどこ押す。クマ、シャープは、シャープってどれ。シャープ
え、あーもういいよ、俺もういいこんなもう。ほら、怖っから。自分でやれるか。おはよう。ああ、一条くん、おはよう。雨、だね。だね、やだね。あの、さ、俺、里中さんに言わなきゃいけないことがあって。言わなきゃいけないこと？後悔したくないからさ。うん、私も後悔したくない。守りたいもの守るためにみんなと一緒に頑張るんだ。守りたいもの？うん、今はそのことで頭いっぱい。他のこと考えられなくて。ほら、私あんま頭良くないから。でも一人じゃないからさ。里中さん、頑張って、応援してる。言わなきゃいけないことってそれ？そう。一条くん、やっぱり面白いね。じゃ行ってくる。バイバイ。バイバイ。後悔してねえか？ああ、もっと俺が強くなってからそう思った。今の俺じゃあの子の足元にも及ばねえし。里中の足相当上がんぞ。確かに。行くのか？おう、次は俺の足の出番。おい、自慢じゃねえけどお前んとこの1年よりはそこそこやるんだわ俺は。あ、前半は俺に任せて休んでろ。今勝負に負けちまったからさ、せめて試合ぐらいは勝ちを味わっときてえじゃん。おっしゃー、チクショー。僕はね、僕がここにいる証拠が欲しいんだ。だから君らを殺さなきゃ。みんな背負うぞ。分かってますって。知恵、頼りにしてる。私もだよ、ユキコ。今度は前みたいに行かないクマよ。覚悟するクマ。行くぜ、相棒。あら、行くぜ。でー、イサナギ気をつけて。行くぞ。やった、クソッタレが。Now we
まねえ。シャドウ消えちゃったね。最後までもう一人の自分を拒絶したからだろう。花村君、リセと一緒に警察を呼びに行った。小西先輩を殺したのがこいつだったらさすがに冷静じゃいられないからって。なんだこれ。お前ら一体何なんだよ。いろいろあって混乱してるみたいだね。けど聞きたいこと山ほどあるクマ。まずどうしてこんなことをしたクマ。さっさとハキハキ答えんしゃい。なんだお前、着ぐるみかそれ。バカじゃねえの。キモいぜ。キモい。うがー。警察がお前を追ってる。モロキン殺しの犯人、それから前の2件もお前だろうって。お前が全ての事件の犯人なのか。全ての事件、全て俺。そうだよ、俺だよ。町の騒ぎ見たろ、大騒ぎだ。俺がやってやったんだ、全部一人でな。諸岡の野郎だけじゃない、頭悪そうな女子アナも小西とかいう女も全部俺がやったんだよ。俺が全部だ。私や他の人を狙ったのはどうして、どうやってさらったのだよ。見たことあんなと思ったらお前ユキコじゃん。答えて。私のこと恨んでたならそれでいい、けど他の人はどうしてなの。笑える、すげえ必死になってんの。誰だってよかったんだよ。どいつもこいつもムカつくやつばっかだ。誰でもいい、てめえ覚悟はできてんだろうな。誰だお前、何俺を殺そうっての。カジ君、殺すなクソが。思いやがんじゃねえよ。てめえは取り返しのつかねえことしたんだよ。きっちり償って落とし前つきやがれ。くたばっていいのはてめえのしたことがどんだけ重いか骨身で分かったあとだ。なんだよ。手取れよ。ちょっと、そんな
そうしよう。確かに幹事の言う通り、彼には償ってもらうべきだ。でもその前に伝えておかなくちゃって思うんだ。伝えられなくなる前に、その痛みとこの手の温度を忘れるな。みんなにあるんだ。お前にもきっと。何もないはずないだろう。相手は誰でもよかった、ムカついた、主役になりたかったなどと供述しており、容疑者の少年は犯行は認めているものの、反省の色は全く見られないということです。他にも少年の供述は多くの点で一貫性がなく、支離滅裂で精神鑑定が必要との指摘もあり、警察では事件の全容解明に向けなお慎重な対応を迫られそうです。本当、永瀬君たち勝ったんだ、よかったね。ああ、相当興奮した電話がかかってきた。それから一条が里中にありがとうって。一条君が私に？なんで？ああ、いや、しかしこれで俺たちの役目も終わりってことかな。終わったね、全部。あとは警察に任せよ。これでクマの世界も平和クマね。ねえ、まだ思い出せない？あの三つ男って子にテレビの中入れられた時のこと。うん、記憶にないの、ごめん。俺もっす。そっか、でもよかった、本当に。いろんなことあったけど、逆なんとかね。あ、だからどこまで粘着なの？あれはシャドウのしたことでしょ。逆な、ちょ、天樹先輩がさらわれた時ってそんなだったんすか？あ、いいのは知らなくて、幹事君だってサウナのこと忘れてほしいでしょ。それは逆なん？サウナ？なんかずるい、私もみんなの見たかった。そっか、俺と瀬田だけか、全員分見たの。ねえ、花村のはどんなんだった？そろそろ時効でしょ、教えてよ。ああ、それはよく覚えてない。あ、嘘ついた。まあ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 、いいじゃん。って、そういえばお前の時何もなかったんだよな。本当かな。やっぱり先輩は特別な人？先生だけはあるくまね。けど、リーダーって呼ぶの考えてみりゃしまいなんすかね。そっか、なんかちょっと寂しいね。ねえ、打ち上げしよう。ドラマの撮影とかだと必ずやるよ。楽しいし、終わったって実感できると思う。ああ、打ち上げね、いいかも。一丁パーってやってく。はいはいはい、クマ、ユキちゃんのお家行きたい。宴会、お座敷、温泉、浴衣、芸者、藤山、ウハウハ。楽しそうだけど、今日はちょっと無理かな。ああ、夏休みでシーズン中だもんね。お部屋いっぱいか。ダメクマか。今度ね、約束。うん。あれ、瀬田、どうした？何か気になるんだ。うん、なんすか？一連の事件の犯人なら、天城や勘違い、理性をテレビの中に入れたのも久保光雄ってことになる。そうだよ。どうして彼は幹事に、誰だお前なんて言ったんだ。12時だ。